9月25日水曜日、西丸の内にある市役所本庁舎で、第68回国民体育大会津市参加選手の激励会が行われました。国民体育大会は、各都道府県が持ち回り開催される国内最大のスポーツの祭典で、今年第68回国民体育大会は東京都で、スポーツ祭東京2013を愛称に、9月28日土曜日から今月8日火曜日まで開催されています。この日は第68回大会へ参加する津市選手団の激励会が開催され、各競技団体の行う東海ブロック予選会を勝ち抜いた津市在住の選手、家族などが市役所を訪れました。はじめに、特定非営利活動法人津市スポーツ協会会長の長谷川秀夫さんが練習の成果を発揮していただき、三重県、そして津市のためにも頑張ってくださいとエールを送り、次に前橋市長が、選手の方々はすでにさまざまな場で活躍されています、その力を出し切れるよう心から応援させていただきますと、選手の皆さんを激励しました。次に、国民体育大会出場選手の紹介が行われ、一人一人競技種目が紹介され、名前が呼ばれると、会場からは大きな拍手が送られました。津市選手団は、水泳、体操、セーリングなど、15競技に28名の選手が出場し、各都道府県を代表する選手たちと天皇杯、皇后杯をかけて熱い戦いを繰り広げます。この日、選手団の代表として弓道に出場する松口典子さんは、悔いが残らないようにチーム全員で頑張り、そして皆さんに良い結果を報告したいと思いますと、大会に向けた抱負を述べると、会場からは大きな拍手が送られていました。